はい、皆さんこんばんは、DJ HATOでございます。一週間のご無沙汰いかがでしょうか。今日はですね、まあ、どう言ったらね、映るかな。ですね、このキャラクターをちょっとね、書きます。初音ミクでございます。今日と明日の、ライブペインティングで、まあ、ひたすらね、お絵描きをしていくという、まあ、そんな企画をね、今日はやっていこうと思いますので、もしよかったら、皆様お付き合い願えたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速参りましょう。DJ ハトレディオショー。さあ、ですね、今日はね、あの人は、まあ、少ないですね。まあ、お絵かきをするってあらかじめ言ってるからかもしれないですけども。まあ、ちょっとね、筆を進めてまいりましょう。皆さんはね、どうですか？コロナのワクチンとか打ちましたね。まあ、私ね、お盆に2回目のワクチンだったんですけどね。これがね、またあれなんですね。ワクチン打った腕が水平より上に上がらなかったりするんですね。これがまたまあ困ったもので。まあ、お盆休みの最中だったからよかったですけどね。これで特にね、まあ仕事、まあ私事務系の仕事だからまだマシとはいえ、これ力仕事やってる人にとっては、たまったもんじゃないんだろうなっていう、まあそんなことは感じました。まあ皆さんね、お盆休みとか、まあ特に学生の方とかは、まあ、そろそろね、夏休みの終わりとか、まあまあ日本、雪国の方だと、夏休みがもう終わってるとか、まあそういう方いらっしゃるかと思いますけどね。まあよかったら、まあ、私のところも緊急事態宣言がね、出ましたし、まあ、だったらね、このラジオ番組でちょっと楽しんでいただけたら、嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。修正していきます。でもこの時期のになりますと、まあ盆明けとか8月の下旬になりますと、昼間はまだ暑いですけども。夜はもう本当にすごい涼しくなりましたね。なんかすごく過ごしやすくなったような気がします。今までのちょっと窓閉めきってたんで、ちょっと暑かったんですけどね。まあ、ちょうどね、このさっき窓を開けた瞬間、すごい爽やかな風が吹いてきて、本当に気持ちよかったですね。なんかもう、何ですか。なんか、まあ本当に、まあ、昼間はまだね、もう猛暑とか、ね、夏の最中ですけどね。まあ、こうやってね。まあ、やっぱり夜とかね、朝の早い時間帯とかになると、涼しくて、まあ、寒いぐらいの時がありまして。まあ、季節は一歩ずつ進んでいってるんだな、みたいな。まあ、そんなことは感じております。
さあ、まあこれでまあいいかなとは思いますけども、まあこっからあのあれですね、色を塗り始めていこうかなと思いますね。まずレイヤーを足して、まず髪の毛から塗っていきましょうかね。で、今回の、まあ、トピックっていうか、まあ、テーマとしては、色を塗るときに、もう極端に薄い色で塗ろうかなというふうにちょっと思ってるんですね。レイヤーの名前。髪の毛レイヤー。じゃあね、もう早速ちょっと色もちょっと塗っていきましょう。緑。まあ、どっちかというと、ちょっとね、青と、ちょっと、青寄りの緑っていう、そんな感じですよね。まあ、これで、ブラシ。このエアブラシがね、こういうのをちょっと使って、使っていいかな。ちょっと薄いな。あ、違うわ。一回、どうしようかな。出会いがないなら、ではですね、ちょっと音楽を変えていきましょうかね。さあ、また一気にの BGM もね、ちょっと変えていきますよ、ね。あんまり BGM の、ね、音が大きいと、音が今度割れてしまうっていうことがありますんで。まあ、ちょっと音を低めにしましょう。まあ、こうなると。で、今回はですね、もう色をはみ出すのをもう気にせずにちょっとやっちゃおうかなっていうふうにちょっと思ってますのでね、まあちょっともういつもとちょっとね違う趣向で、色も塗っていこうかなとちょっと思っています。どうせならあのあれですね、水彩のブラシがあるならボールペン。あ、水彩、あ、ある。水彩、あ、太いのがあるね。まあ、これでちょっとやってみましょうかね。お、太い。いいね。あ、これはいいわ。ちょっといいのを発見したね。まあ、これでちょっとやっていきましょう。あ、これはいいわ。もう、まあ、すごいスピードで色を塗っていくことができそうな感じですよね。なんか水彩って私結構好きなんですよね。まあ、絵の具で、まあ、色を塗ったりとか、まあ、そういうことをね、やったりとか、まあ、そういうことをしたりしています。あ、ちょっとね、注意が光ってきましたね。Maybe later. 皆様、こんばんは。今日はですね、初音ミクを書きます。今日と来週、今日と明日、2日に分けてね、書こうかなと思ってるんですけど、もしかしたら、ね、今日中に
完成しそうな勢いですけどね。まあ、早く完成しすぎたら、で、まあ、またね、別の企画を考えたりとか、まあ、そういうこともしたりとか、思っております。あ、すごいスピードで塗れるもんやな。うん。なんかね、今までちょっとアニメ塗りみたいな塗り方をしてたんですけども、なんかね、まあ、色をもう隙間なく埋めるっていうのもいいですけど、なんかね、隙間があるとものすごい違和感を感じたりするんですよね、そうすると。なんかそれもちょっと違うんじゃないかなと思って。ちょっとデジタルの水彩っていうのをね、ちょっと、まあ、考えてみれば、ちょっと今日初めての挑戦かもしれないですよね。ちょっと今日はいろんな試みをね、いろんな試みに挑戦していく、そんなライブストリームにちょっとしていきたいなと思っております。ちょっとこの辺りがね、塗り残しがありますよね。じゃちょっとね、髪の毛の色を塗り終えたところで、ちょっと挨拶をしましょう。あ、花さん来てくれました。どうも、こんばんは、花さん。今日初音ミクを、今日と明日で初音ミクを描くんですよね。ちょっといつか、いちごプロジェクトのイラストも挑戦してみたいなと思いつつね。まあ、いろいろ、まあ、そういった練習も兼ねてっていうことで、今日のライブストリームは、イラスト配信っていうことで、ちょっとやらさせてもらってます。なんか、ヤクモさんが求人で、なんか、1万円で納期が8月26日っていうのを、この間出されていましたけども。まあ、さすがにね、ちょっとまだ私の画力では、ちょっと挑戦できないな、ということで。今日はこの場を、ちょっと修行の場ということで、居続けてね。まあ、ちょっと、まあ、ちょっと普段なかなか、いちごプロジェクトのイラストも描いていただいてるんですが、ちょっと描いてみたいですね。今までですね、ヤクモさんのイラストは描いたことあるんですけども、まあなかなかね、ちょっと今回納期がちょっとあるっていうことだったんで、ちょっとまあ、なんていうかね、ちょっと諦めたんですけども、まあそのうちなんかテーマをいただけたら、そのテーマに沿った、何ですか、イラストを描いてって、投稿したり、まあ、イラストを提供したりとか、まあ、そういうことをしていったらいいな、っていうのを、ちょっと今、考えています。まあ、そうですね。まあ、せっかく、まあ、このライブ配信もね、ヤクモさんに憧れて始めたライブ配信で、あることですし、何かしらの形でね、なんかそういう関わりを、なんか持たさせていただくことが、もしできたら嬉しいなと思っております。はい。まあ、そんな感じで今日はね、ちょっとね、実はこの2ヶ月ぐらいちょっと絵を描いてなかったんでね、まあちょっとリハビリも兼ねてっていうことでね、まあイラスト配信をやろうかなっていうところでちょっとやっております。まあどんなに、調子が良くても午後11時でライブ配信終わりますけども、まあどんなに、短くても11時まではやっていきますので、よろしくお願いします。ハトさん、ヤクモさんのこと好きなんです。すごい尊敬してます。いろいろとね、土曜日といえば、ヤクモさんと。まあ、そんな、印象がありましたね。まあ、平日ね、ちょっとね、私、ちょっと寝るのが早いもんですから、なかなか平日のヤクモさんのライブ配信は行くことできないんですけども。まあ、昔はね、よく土曜日の配信行ってましたし、ね、今こうやって自分でライブするより、
なると、今度放送時間が、今日はなんかお休みされるっていうことみたいですよね。なんかね、まあなかなか自分もライブするようになると、ヤクモさんと時間が重なって、なんかヤクモさんと疎遠になってしまったのかなっていうことも考えたりとか、なんかそういうこともありましたね。ありますね。まあでも、あれですよ、もし、ね、ちょっと絵師として参加させていただけるのであれば、まあその、まあそれに見合ったら、ちょっと技術を身につけてからね、参加したいなと思いますんでね。まあちょっとそういう、まあ今日はね、ちょっと練習ということで、ちょっとやっていきますね。じゃあ次、肌色は、そんなか、いえいえ、ありがとうございます、本当に。そう言ってもらえてとても嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよ。なんて言いますか、ヤクモさんの8月に出されたアルバムの表、ジャケットを見て、なんか私も、なんか、もし参加させて、ね、なんか書かさせてもらえるならね、なんか、チャレンジしてみたいなっていうのはありますけどもね。まあ、まずは、あれです。まあ、まずはね、書くことにちょっと慣れていかないといけないですからね。まあ、今日は、ちょっとね、今日は新しい試みでやっていますけどもね。水彩で、レイヤーの名前を書くの忘れてましたね。これ肌レイヤー。でもあれですよね、そのアプリ、私も使ったこととかあります。花さんも知ってるアプリですか、これ。結構このアプリ知ってる方多いですよね。アイビスペイントと言いまして、スマホで、まあ、指だけで、書けるっていう、なんかそういう触れ込みではあるんですけども、これ指だけで使うのはむちゃくちゃ難しくてですね。まあ結局のところですね、こうやって、あの iPad と、この、なんて言いますか、Apple Pencil を使って、やっぱり書かないと、やっぱり書けないんですよ。で、私も、ちょっとね、指で書くのも本当に限界がありましてね。ちょっとね、iPad 買ってしまったんですけどね。結局、アプリ自体はタダなんですけども、結局はもう後から追加で何かしらでお金を使ってしまって、やっぱりタダより、高いものはないなっていうね、その時にね、すごい、感じましたね。花さん、私、指だけで色を塗りました。私も昔そうだったんですよ。でも、指だけでやろうと思うと、本当に、もう、相当拡大しながらじゃないと、はみ出たりとかして、なかなか難しかったりするんですよね。でも、指だけで、アプリを使いこなせた実績があるっていうことは、なかなかすごいことだと思います。いや、すごいですね。花さんもアイビスピントを知って、いたとはね、なかなかな、あれですね。間違いないですね。はい。そうなんですよ。今日は、水彩ツールで絵を描くということでね。なんか思ったよりも、さすがに指だけでは描けないですね。色塗りが限界。そうなんですね。でも、指だけで描いてる人、まあ、特に学生とかは、指だけで描いてる方が多いっていうふうに聞いたりしますね。なんていうかな。特に、中高生ぐらいの子で、お小遣いで iPad を買えないとか、なんかそういう子とかね。やっぱり、
まあそういう子たちが指で頑張って書いてって、で、それで、まあ指で書くっていうのは難易度が高いんですよ。で、まあその難易度が高い中で頑張って絵を描いて、その難易度が高い経験をしたことによって、その画材とかを手に入れたときにその才能を発揮するっていう、まあそういう、まあケースがあったりしますね。すごいな、これ。水彩にするとすごいスピード、まあ、なんか塗り残しがあってもいいかなっていう、そんな気持ちが、今日のライブ配信を気を楽にしてくれてるっていう、そんな感じが、なんかしますけども。あ、首を塗ってないな。首の塗るの忘れてる。あ、極力そうですね。まあ、薄い色で、まず、まあ、下絵塗りをしていくっていう、まあ、そんな感じでちょっとやってみますか。今度服レイヤー。肌レイヤーの上に服レイヤーといきますか。あ、花さん、すみません、iPad の調子が悪くて一回再生をしてください。あ、もう全然大丈夫です。まあ、デバイスの調子が悪いということは、誰しもよくあることですから、全然、お気になさらず。はい。そうね。プレイ、まあ、今度今からちょっとね、服を塗っていきますね。レイヤー確認。よし。このレイヤーの確認、特にデジタルの、デジタルペイントの世界ではですね、レイヤーっていうのがあるんですけど、それを間違えて作業を続けてしまうと致命傷になりますからね。これ本当にね、よく注意しながらちょっとやっていかないといけないやつですね。灰色。そのレイヤーの確認っていう、あ、そうです。レイヤーの確認を、まあ、まあ、アナログで絵を描くときっていうのは紙1枚にもう全部を詰め込むんですけども、レイヤーっていうのはどう言ったらいいかな、セルアニメ、アニメのアナログ時代のアニメの制作過程みたいな感じで、いろんな透明の紙にいろんな部分のイラストを分けて、もうほぼ9割以上の、イラストレーターさんの方ですね、分けて書くんですね。で、まあ、まあ、そうすることによって、もしなんか、後から修正したいとか、やり直したいっていう時の手間がものすごく早くなるんですよ。で、まあ、その反面、間違ったまま作業すると、後々がすごく、面倒なことになるというね。まあそういった、まあ、諸刃の剣ではあるんですけども。分けて保存できる。あ、多分分けて保存できるって感じですね。まあ私はいつも保存するんですけども。まああの、あれですよ。そのレイヤー、例えば、まあ極端な話、今ツインテールで、絵を描いてるんですけども、例えばこの、ツインテールをもう突然ボブに変えたいなとか、そういうことをイラストレーターさんが思ったときに、例えば髪の毛だけのレイヤーをもし作ってたとしたら、もうそこだけを修正すれば、もう一気に、もうすぐイラストが、もうガラリと変えることができるんですね。まあそういうことができるのがデジタルペイントの魅力ではあるんですけど、もう間違えたときはね、まあ間違える間違えないとかは、あれですよ。まあそういうことが、まあそういうことが できるっていうのが最大の、デジタルアートの魅力ですね。
あれプレイヤーで、ああ、これでいいか。まあ、こういうふうにしてやってって、まあ、例えばですけども、まあ、これですね、後で、これ、ハッピーバースデーという文字を後で入れるんですけども、まあ、いろんなパターンを試すことができるっていうことも、レイヤーを分けるメリットでもあるわけなんですね。まあ、これは、まあ、イラスト、まあ、このイラストを完成させるときにいろいろと、まあ、いろんな試行錯誤をお見せすることができるかもしれないですけどもね。まあ、それはおいおい。まあ、ちょっとご案内するとして。服を、ね、こういうその水彩の世界っていうのね、なんかあれですね、やっぱりちょっと今まで私が描いてたイラストとちょっと色合いがちょっと違う感じがするっていうのは、いろいろと新しい発見があったりしますね。ネクタイレイヤーも作りますか。ね、ネクタイレイヤー。あ、こうやってざーっとね。あれ、ああ、間違えた。いや、色間違えた。ネクタイで、まあ、なんて言いますかね。こうやっていろいろ見本があるんですよ。あ、映らないか。まあ、これ、まあ、なるべくなら、まあ、一応これに即した、色合いのものを選んでいったりとか、まあ、していくわけですけども。どこまでやったかな。今、ネクタイか。ネクタイですね。まあ、ネクタイの髪の毛の色に近い色をセレクトしていくという、まあ、そんな感じで、ちょっとやっていきますか。ネクタイレイヤー。もうあれですね。書き入りなく白に近いターコイズ。まあ、まあ、ネクタイは、まあ、もうちょっと濃くてもいいかもしれないですね。ちょっと一回この色で塗り始めていきましょう。細かいのはこの部分だけですね。まあ、あとは、もう、もうザザザと。いいですね。なんか、塗り残しがもうあってもいいや、みたいな。プレイヤー好き。よし。まあ、とりあえずこんな感じで。今度は、ちょっとね、今日のイラストはオリジナル要素をいろいろと詰め込んでるんですね。っていうのはですね、本当に今までいろんな絵を描いてきてるんですよ。で、まあ、それでですね、まあ、今までどういうイラストを描いてきたかというとですね、ちょっと戻りますか。まあ、これとか、まあ、普通のツインテールとかですね。あ。ちょっと待ってくださいね。このね、このスクリーンの無料プランですからね、こういう風にして、ちょっとたまに、警告が出るんですね。まあ、まあ、もうこういう本当に、デフォルトのミクさんとかね。
これ、あ、これ、あ、去年これか。2020年8月31日。そうですね、去年もこれ書いてましたね。うん。まあ、今まで本当にいろんな絵を描いてきましたね。うん。まあ、まあそんな中で、まあ、今回はちょっと違うテイスト、絵柄で、まあ描いて いこうっていうのがね。まあなんと言いますかね、描くのに時間がかかりすぎるという私の欠点がちょっとありますから、まあ、少しでもスピードの上がるやり方を発掘していこうということでね。ちょっと今回はちょっとやらさせてもらってますけどね。じゃあちょっと作業をちょっとやっていきましょう。髪の毛レイヤーの上のレイヤーにしようかな。リボンに色を塗りましょう。で、ちょっとこのリボンをですね、ちょっとオリジナルテイスト、ちょっとかけていきましょう。今まで使ったことのない色にちょっとチャレンジしてみましょうかね。まあ、このあたりいきますか。花さん、私は似顔絵しか描けないです。似顔絵も立派なイラストです。私も、ちょっと前まで、本当にそうでしたからね。顔、首よりしたら描けないとか、まあ、そんな感じなんですよ。で、まあ、それでですね、本当に腰から下とか、全身が全く描けなかったんでね、もう全身のを描く練習とかめっちゃ しましたね。そうそうそう。こういうアニメチックな顔描けないですけど、ね。まあ、これも練習ですかね。もう、まあ、こういうの描きたいって思って、すぐ描けるように、なれるっていうもんじゃないんですよね、イラストって。まあ、不思議なもので。まあでもいろんな絵柄を持ってるっていうのは、なんかあれですよね。なんかどっかで役に立つかなっていうのは、思うことありますね。このレイヤー下に下げようかな。肌レイヤーよりも下にしとこう。なかなかあれですね。あ。ちょっと透き通るかな。ちょっと消しゴム。あ、透き通りますね。ほう。なるほど、なるほど。まあ、こっちはさ、交差しないですからいいですけど。そうなんですよね。水彩は、色が透き通りますからね。で、かといって目だけアニメ調にすると、またそれはそれでちょっと、アンバランスかなっていう。まあ、そんな感じがありますね。花さん、絵って最近描くようになりました。これこそヤクモさんが絵師を探してるって言ってたので、なんか描きました。ああ、なるほど、そうなんですね。そうですね。やっぱりね、まあ、花さんのように素晴らしいボーカルとか歌声、まあ、そういった芸術的な選手、そう、お持ちでしたら、まあ、頑張って練習すれば、素晴らしいイラストを描けるようになるとは、思いますけども、まあ、
やっぱりあの、あれですね、私もそうでしたけど、本当に、続けていかないと、なかなか、あれですよね、身につかないなって感じるのが、やっぱり、なんかイラストの世界でも、やっぱり感じましたね。で、背景も考えようかな。背景どうしようかな。多分ですね、この背、これで背景を入れると、なんか色が透き通るような、そんな感じがするんですね。ヤクモさんからは、無駄にうまいって、いいじゃないですか。やっぱりそういうポジティブな評価を少しでもいただけるっていうことは、いいことだと思うんですよ。無駄にって。いいじゃないですか。やっぱりそういうふうにして、なんかこういう自分からの突っ込みやすくしてくれてる、なんかコミュニケーションを取りやすくしてくださってる、まあ、そういったアイクムさんの、配慮なのかもしれないですね。ちょっとコーヒーを一つ飲みますね。ちょっとお待ちください。コーヒーがなくなった。お湯がなくなった。まあ、ここまで色塗りをしていって、背景、あ、はい、色塗りは、まだ終わってなかった。目とほっぺに色を乗せてなかったですね。どうしようかな、色。肌レイヤーの上、この上にちょっと瞳のレイヤーを、瞳の色を塗るのを忘れておりました、ね。うん、今回のイラストですね、私実は初めて挑戦するんですよ。ウインクしてるイラストっていうのは実は描いたことなかったんですね。で、まあ、ちょっと挑戦、まあ、ウインクに挑戦してみるっていう、まあ、そういったのもちょっと、まあ、今回の。まあ、テーマでもあったりしますね。花さん、無駄に美術部だったので、でも、絵を描かないで生きてきたので、確かに結局描き続ける必要がありそうです。もうまさにそうですよね。やっぱり言葉でもそうですよね。例えば普段パソコンとかワープロでずっと物を描いてると、鉛筆で手紙を書くときに漢字を思い出せないっていう時がありますけども、それに似たようなのがありますね。継続は力なりですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まだね、これでも実はあれなんですね。ちょっと昔の自分をまだ取り戻してないんで、頑張らないといけないな、と感じてる。まあ、そんな、ところでもあります。じゃあ、瞳の色をですね、ちょっと青に近いような、まあそんな、色でちょっとやっていきましょう。まあ、からんが、まあまあ今、色は塗ってるんですけどね、ちょっとこれはわからないですね。まあ本当はね、灰色とかでね、やってみようかなとか思ってたんですけどね、なかなかね、灰色でやると今度はちょっと暗い感じになるかなって思って、ちょっとね、やめたんですけどね。真っ白にして、
で、瞳の描くポイントで一番大事なのが、こういう白くちょっと光るところなんですね。まあ、これを、まあ、いかに描けるかどうか。まあ、これが、ポイントでございます。絵を描く人、尊敬します。ありがとうございます。尊敬いただきました。ありがとうございます。いや、でも本当にね、白にしようかな。白に近い部分にしようかな。まあ、こんなところですかね。うん。で、これ、瞳に続いて大事なのがほっぺたですね。ほっぺたに赤みを入れる。このね、ほっぺたのありなしっていうのは本当にイラストを左右するやつですね。灰色好きです。色の中で、1番、2番を表すぐらいですけど、ああ、そうなんですね。なるほど。灰色が好きっていうのはいいですね。私は、青色が好きなんですけど、青と緑の間ら辺の色は、まあ、個人的には好きかなと思うんですけどね。色の名前もいろいろあって、原色以外の中間の色ってどう言えばいいのだろうって思うときに、本当に、まあそう思うこと本当にたくさんあるんですよね。うん。まあ人に好きな色を聞かれたら、まあターコイズブルーっていう言い方もあるんですけどね、まあその言い方だと、逆に理解はされないことはありますからね。まあ、無難に青と緑の間っていうふうな言い方を私はしますね。じゃあ、このほっぺたね、どうしようかな。赤。まあ、やっぱほっぺといえば赤ですよね。で、まあ、これでね、ちょっと、この実はですね、まあ、見えますかね。この、くち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 って書いてるのが一応ね、まあ、一応ほっぺたのつもりなんですよね。まあ、ここにちょっと色を乗せていくという感じですね。まあ、まあ、いっか。まあ、これでも、まあ、いいでしょう。で、こっちにもね、実はなんかちょっと書き殴った跡みたいなのがあるんですよ。こっちに。まあ、一応、まあ、これも、まあ、ほっぺたですよっていうね。まあ、そんな、一応、まあ、そんなつもりで、ちょっと書いたやつで、ね、まあ、ここもちょっとほっぺた。まあ、ちょっとやっていきますか。これでちょっとね、キャラクターに表情がちょっとついてきたような気がするんですよね。うん。で、まあ、ちょっと今回初めての、そのデジタルでの、なんていうかね、デジタルでの、水彩っていうことなんでね、こう背景を入れた時に、背景の色が透き通ってこないかどうかっていうのは、ちょっと今非常に心配はしているんですよね。まあそこは、まだその時にちょっとまた考えようということでね、伝えていこうと思います。私は灰色と赤が好き。なるほど、そうなんですね。うん。財布の携帯カバーも定期入もすべて赤。おー、なるほど、統一してるということですね。灰色はカバンの色。あ、なるほど、そうなんですね。いいじゃないですか。赤っていうのはかっこいいですよね。私、まあ、青が好きだったので、全く、正反対じゃないですか。私にとって赤っていうのは本当に、なんていうか、なんかちょっと、今まで知らなかった世界に踏み入れた時に感じる色の赤っていう、そんな感じがしますね。赤も素敵な色ですね。赤色が好きっていう方、かなり、のあれ、いらっしゃいますかな？いいと思いますよ。さあ、ちょっとですね、背景の下塗りも、ちょっとは考えていかなきゃいけないな、という感じなんですね。どうしようかな。
まあね、今回のイラストね、背景は、まあ、下半分しか塗らない、塗らんとこかなっていうね。まあ、背景は今まで使ってない。特に黄色とか今まで使ってなかったですよね。ちょっと黄色使ってみますか。ごめんさまいたしました。よかったらゆっくりしていってください。今回のライブストリームですね、いつもより音量が低く、マイクの音量を低く設定しております。ちょっと聞くづらいなっていう方は、スマホあるいはパソコン、タブレットの音量を上げてください。よろしくお願いいたします。意外と色は透けなさそうな感じですね。うん。うん。あ、ピンクにするってありかな。ピンク下の方使ってないよね。ちょっとピンクにしてみますか。あ、ピンクの方が良さそうですね。あ、もうちょっと薄くしようかな。ピンクにして上半分を違う色にしようかな。どうしようかな、色。黄色って感じじゃないよな。青、緑。まあ、青系に近い色。うん。あ、水色。やっぱり私の好きな色でちょっとやってみますか。背景ピンク。そうですね。ちょっとピンクも取り入れてみたいなっていう感じですね。あ、わっと、ちょっと、今ちょっと違うコマンドを押してしまいましたね。ちょっと今一瞬変な声が出てしまいました。申し訳ありません。グラデーションですか？グラデーションのつもりですかね。一応ね、背景を単色にするとですね、なんかちょっと、それは、どうかな。っていう考えが私の中にありまして。まあ、グラデーションのつもりですね。一応まあ、上を青にしてるのは、まあ一応空の、まあ青色にしてみようかなって。まあそんな感じですね。うん。まあ、こんな感じですね。で、このぼかしっていう機能が一応あるんですけども、まあ、見えますかね、この、青いところとピンクの色の境目とかはありますよ。まあ、この辺をちゃ。まあ、この辺をですね、まあ、ぐるぐるってちょっとやっていきますか。まあ、やっていって、まあ、境目がだんだんわからなくなってするみたいなね。まあ、そういうことをちょっとやってみ、大丈夫かな。ああ、そうだ、大丈夫ですね。まあ、やってみたりもするみたいなね。まあ、そういったテクニックもちょっとしたりっていう、使ってみたりっていうところもありますね。
ちょっとミネラルウォーターを。水分補給です。まあ、こんな感じで、まあ、あとは、あとはあれですね、鼻のところが、色はないですね。どうするのかな。鼻のところをちょっと濃いめの、ちょっと濃い肌色で、まあ、あれですね。まあ、表現するという、まあ、イラスト、まあ、このイラスト界隈の、まあ、上等手段と言いますか。まあ、そんな、あれですよね。まあ、それとか、あと、ほっぺたの、ほっぺたもちょっと濃い色で表現するっていう方法もちょっとあるみたいですね。まあちょっと、まあいろんな見本を見ながらちょっと私、書きますけども。まあちょっとぼかし、ちょっと今境目がちょっと、あ、ぼかしすると消えちゃったな。あ、ぼかしじゃん。あんま、あ、そうだな、ね、もうこんな感じでいいですね。とても優しい色合いです。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっとね、今回、ちょっとね、私も手探りで、今、こういうふうに色を、考えながら、ちょっと塗っていってるわけですね。まあ、こういう、結果になるのかなっていう、そんな、まあ、新たな発見をしながらの、このライブストリーム、ということで、ちょっとやらさせてもらってますね。めっちゃ勉強になります。ありがとうございます。そうなんですね。もう私自身も、もう本当に、ね、絵を描くことって、まあ勉強って捉えると、なんか堅苦しく感じる人いるかもしれないですけど、なんか作業とか遊びだと思うと、なんかちょっと楽しく取り組むことができるかなっていう。まあそんなね、ことも考えたりとかしますね。あ、あ、しまった。ちょっと歯の部分は、まあちょっとわかりにくいけど、まあちょっと灰色、ちょっと本当に薄い灰色で、まあ歯の部分をね、ちょっと表現しましょう。で、まあこっからが本題ですよ。影とかを入れていくんですけども、この水彩で色を塗っていったときに、塗り残しの部分を、まあ、単純に、まあ、光と捉えることもできる感じはすると思うんですよね。まあ、影の部分をどう作っていくか。まあ、そういったことも一つのポイントになっていくそうですね。この場合、いや、まあ、ちょっと私もね、これ初めての、まあ、試みではあるんですよね。まあ、水彩の筆を使ってますけども、ここでちょっと、影を、ちょっとやってみることにします。
クリッピングという機能を使いますね。クリッピングで影は、あ、間違えた。これは、乗算というのはあります。ちょっと暗くする、色を暗くする、ちょっと機能なんですね。まあ、ちょっとそれを使って、ちょっとやってはいきますけども。うまくいくかな。ちょっと色を濃くしますか。見てるの楽しいということで、ありがとうございます。やっぱり楽しみでいただける方が、一人でも二人でも多くいらっしゃるっていうのは、とても光栄なことで、そういうふうに言ってもらえるってことは、とても嬉しいです。ありがとうございます。本当に励みになるんですよね。影の部分を作っていこうということで、ね、ちょっとやっていきますか。拡大しなきゃいけない。プロのデザイナー、漫画家さんとかイラストレーターさんの、まあ、書かれた本で、まあ、自分のイラストが、うまく上達 しないと、まあ、悩む人向けに書かれた著書があるんですけども、その人がおっしゃるにはですね、イラストを書くときですね、一晩で一気に書き上げようとすると、うまくいくことが少ないというふうに、書かれていましたね。一度、まあ、やっぱり理由としては、一晩で書こうとすると集中力が落ちてきて、本当はうまく書けるのに、やっぱり疲れのせいでうまく書けなくなるという、そういったことが、あるんですね。まあ、それで、書けなくなると。まあ、そういうことよね。で、まあ、それと、あとですね、疲れが一番の原因だと思いますよね。うん。で、まあ、その人が言うには、二日に分けて書きなさいというアドバイスを、著書、本の中でちょっとされていましたけども、やっぱりね、やっぱり自分自身でも、やっぱり、いろいろやってみると、もう本当にね、的を得てる、ごもっともだなっていう、まあ、そんなことを感じた。そんなことがありましたけども、まあ、まあ、今回のイラストでね、この髪の毛のこのロングのストレートの部分ですね、これが、花さん眠くなってきたところで、ああ、どうも、おやすみなさい。また、お時間のあるとき、来ていただきましたら、光栄です。明日も同じ時間やっておりますので、もしお時間ありましたら、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はね、花さんが、お話ししに今日は来てくださいました。とても嬉しかったです。ありがとうございます。さて、ただいまの時間はちょうど9時59分ですね。あと1時間、このライブストリームちょっと続いていきます。まあ、こんな感じで、ちょっとね、イラスト配信を続けていくという、まあ、
感じですけども。ちょうど今影の部分を塗っているんですね。うん。で、この肌の影の部分ですね。肌影レイヤー。肌影レイヤー上昇ということで、ちょっとやっていきますか。まあ、このあたりの色を塗っていく感じですね。まあ、ちょうど手の内側っていうのは影になりますから、まあ、こういうところからちょっとやっていきますか。あと、あれですね、首の部分ですね、首の部分が、特に大事ですね。ここはちょっと黒めに塗ってもいいかもしれないですね。ちょっとどうしても作業が後回しになってしまいがちな場所ではありますけどね。首はちょっと塗ってしまいましょう。私の描くイラストはね、ちょっと首がどうしても長めになってしまうという、まあそんなことがありますけど。ブラシを大きくしますかね。うん、いいですね。ちょっとお湯を沸かしますか。
さあ、今日も DJ ハトのレディーショーをお越しくださいましてありがとうございます。今日ですね、今日と明日とですね、初音ミクを書くという、今企画をやってはいるんですけどね。あと、3時間何を すべきかっていう、まあそんな感じのところですね。ちょっと今私ね、ゆっくり考えてるところですね。まあ、もっと細かいところにこだわってもいいんですけども、まあ、服とかそうですよね。服にも影が欲しい。この辺とかそうですよね。まあ、影のつくところは、まあ、影があるところですよね。まあ、影のある方が、まあ、ちょっと立体的になる、そんな感じがしますね。じゃあちょっとコーヒーをついてきますね。いや、すごいパソコンの熱が。
まあ、こんな頃ですかね。まあ、あとは、まあ、メッセージを入れるのは、まあ、一晩考えてからにした方がいいかもしれないですね。さあ、まあ、そんな感じで、ちょっとね、これのイラストを描く続きは、明日にしようかな。ちょっと髪の毛を直したいところあるんで、ちょっと髪の毛をちょっとね、ああ。髪の毛の、発光、まあ、光ですね。発光、真っ白にして。おお、すごいな。まあ、こういう頭の部分ね、キラキラ光るような。あ、これ威力はすごいな。ほんまにこれ髪の毛が光ってるな。まあ、こんくらいにすぎますか。まあ。まあ、こんなとこですかね。まあ、今日の作業は、まあ、とりあえずこれでちょっと一旦一休みとしましょう。続きは、明日の配信で、まあ、が始まった時に作業を再開させるとして、まあ、その時にメッセージを入れる作業をしていこうかなというふうに思っています。ではね、まあ、ではここで、ちょっと一回、まあ、作業はおしまいにしましょう。本当はね、一回ね、多分ね、これなんだろうな、アドビのイラストレーターか、ワコムのペンタブかなんかのイラストを見て、見本を見て書こうとして思ったんですけど、これはね、全然、ちょっとうまく書けなかったんですね、これ。絵の具の、水彩のタッチペンで書いたイラストがすっごい綺麗で、それを真似したんですよ。全然うまくいかなかったですね。ものすごい手書きテイストのめちゃくちゃシンプルなやつなんですよ。シンプルなイラストだったんですけども、まあこういうのをうまく描けるといいなっていうね、まあそんな、うん、まあ
まあそんなところにしておいて、まあ雑談といきますか。ちょっとね、まあ、なんかちょっとゲームをやってみたいなっていう部分もあるんですけど、そのゲームをですね、私入れてないんですよね。さあ、どうしたものか。今日は、イラスト配信をやっていたんですけども、ちょっと今日やる分の作業が早めに終わりましたので、雑談をちょっとね、させていただこうかなっていう感じで、ちょっとこのライブ配信をやらさせてもらっています。このアプリやっていいのかな？いや、まあ、ちょっと勉強のアプリですよ。あ、縦にやった。読み込むの長いな、これ。まあ、ちょっと待ちましょう。危険物取扱者、おつよん、過去問ですね。ちょっとね、私3年ぐらい前にこの資格取ったんですけどね、やっぱりね、ちょっと忘れてることあるだろうということでね、まあ、ちょっとやってみることにしましょう。これ皆さん字読みますかね。次のうち消防法で定められている危険物はどれかということですね。消防法で定められている危険物っていうのは全部ですね、液体なんですよ。で、なので、ね、この中でまず、気体は全部、×なんですね。塩酸、一酸化炭素とか、液化石油ガスとか、アセチレンガスとか、気体はもう全部、ダメ、確か気体はですね、全部ね、高圧ガス規制法という別の法律で規制がかかってるんで、3、4は違うんですよ。多分、だと思いますね。やっぱそうですね。そうなんですよ。じゃあ次の問題いきますか。メタノールを100リッター貯蔵してる。わ、もうこれはちょっとわからんぞ。これ計算問題なんですよ。これはわからんな。もうちょっと、あ、
覚えましょう。メタノール100リッターの倍数は 0.25 なんで、倍数が、指定倍数だったな、それは。うん。皆さん、危険物の資格を取るときにですね、絶対知らなきゃいけない単語っていうのがありますよね。指定倍数っていうのがあるんですけど、まあ、これ計算するときに必ずいるやつなんですけど、これがわからないと、もう、あれですよ。しか、テスト通らないとね。危険物の貯蔵取り扱いについて誤ってるのがどれか。これ多分あれですよ。指定数量未満の危険物の貯蔵は、州法の条例によって規制されてるはずなんで、5番が誤ってるんですね、多分。おー、よっしゃー、よしよしよし。そうなんですよね。うん。お。まあでも、どうですか皆さん、文字に見えてますかね。これ私だけが楽しんでるような感じがして、ちょっとなんか申し訳ない気がするんで、ちょっとやめておきましょうか。まあ、まあ確かにゲーム自体はできますけども、文字が、ちょっと今、クイズをやってたんですけど、文字が見えない、ぼやけて見えないんですよ。ちょっと楽器を弾いてみましょうかね。ちょっと私は顔がちょっと見えるようにしましょうか。ピアノ。ちょっと BGM 切りますね。そうか。ちょっと曲を弾いてみますか。ちょっと曲弾いてみましょうかね。まあ、楽譜なんてないですから、もうほぼ絶対音感で頼って、ちょっと弾いてみますね。ん？これ大きくならないかな。ちょっと弾きづらいですね。これちょっとあれですね、鍵盤が小さいんで弾きにくいですね。まあ、まあまあまあ、まあこんな感じでしょう。ちょっとカエルの歌を弾いてみますかね。いいですよね。なかなかいい感じですね。まあいいかなとはちょっと思っ
ったんですけど、ちょっとですね、これ鍵盤がもうちょっと大きいと、あ、大きくするコマンドがあるやん。あ、これで弾きやすくなりましたね。ちょっと楽譜がないと。きついですね。まあまあやめておきましょう。ちょっと。あと他は、他なんか。お！あ、あかんな。これやめておこう。スト2コレクションっていうのがあったんですよね。もうこれちょっと確か使えない、できないはずなんで。まあそんなところですかね。まあそんなところで。じゃあちょっと音楽を再開させましょう。さあ、今の時間、時刻ですね。22時30、29分ですね。日本時間10時半ということで、あと30分ちょっと。まあ、なんかやっていこうかなと思いますけども。そうですね。ちょっといろんなフリー素材をちょっといろいろとちょっと見ていこうかなと思いますね。ちょっとなんか植物のイラストとか描いていきましょうかね。マイギャラリー。まあせっかくなので、
あと30分ありますから、16対9のね、YouTube の画面のサイズと同じ、縦横比のやつで、ちょっとね、まあ、いろいろと、まあ、イラストを描いてみましょう。なんか鼻、だからね、植物のね、イラストが、の見本があったら、ちょっとそれを描いてみようかなって思ったんですよね。ちょっとこれで描いてみますか。ちょっと今、見本が見つかったので、まあこれでちょっとね、いろいろと描いてみますかね。水彩不透明。まあ、これで、まあ、あと30分ですね。ちょっと、いろいろと花とか植物のイラストをちょっと描きながら、ちょっと時間を過ごしていきましょうかね。まあ、本当はね、まあ、いろいろとね、キャラクターの、アニメとかのキャラクターの、イラストとか、まあ、書くんです。まあ、好きなんですけども、ちょっとね、時間がかかるんでね、まあ、こういう、もう本当に何も考えずに書ける、こういう植物の絵をたまに書くのもね、まあ、悪くないな、っていう感じですね。まあ、架空の植物っていうよりも、まあ、あれですよね。色変えようかな。なかなか花の絵を描くのは難しいですね。まあ花というか植物ですけども。まあ、ほとんど葉っぱとかね、まあ、そんな。まあ、
ちょっと和風な感じ。まあ、和風というのはちょっと熱帯の植物みたいな感じでちょっとなりつつありますけども、ね。まあ、これでちょっと和風のイラストとかもなんかできそうな気が、まあ、しないでもないですけどね。ちょっと上の方から枝を出してるような、そんな感じでちょっと描いてみましょうかね。でも本当に植物の枝を描くっていうのはなかなか、あれですね、自然なものを自然な状態で描くって意外と難しかったりしますよね。まあ、この枝の先にね、なんかちょっとウグイスがいるイラストをちょっと描いてみたいですね。で、ちょっと桜、まあ桜をちょっと描いてみましょうか。まあ桜の花びらみたいなのをね、まあ、こうやってちょっと丸、まあ、とりあえずちょっと、ね、丸いのをね、まあ、桜の花に見立てた、こういうやつです。いい色は変わっちゃうよね。ちょっと難しいな、これ。まあ、桜の花というよりか梅の花に近い感じですね。これあれですよ。一番先っちょにウグイスを乗せるんで、まあ先っちょはちょっとやめておきましょう。ちょいちょいちょいでね、ハイテンポでちょっとやっていくみたいな。今、あと20分ある。もうちょっと色濃くしましょうかな、これ。ちょっと暗めの色でもいいかもしれないですね。まあ、黒い方が、まあいいかもしれないですね。で、これで、
ウグイスですよ。ウグイス色っていうのは、黄色と黄緑、まあ、の間ら辺とか、まあ、この辺りの色ですね。ちょっと描けるかな。これで尻尾があって、あ、尻尾があって、胴体があって、で、足が、あの、あれなんですね。ちょっと枝みたい、枝に近い色なんですね。枝に近い色で、まあ、くちばしどうしようかな。くちばしをちょっと茶色にしましょう。まあまあ、こういう、まあ、ウグイスですね。うん。これを次回のサムネイルにするっていう手もありますね。やっぱりあれですね、イラストを描くにあたって植物を描けるっていうのは本当に強いですよね。
うん。ちょっと、もう一枚レイヤーを増やしますか。増やして、全体的に何か、ちょっと白、まあ赤みがあった色。まあこれもまあ悪くはないですね。これの下の方はちょっと色濃くしましたけど、うん、まあこれもちょっと悪くはないですね。でもこのこのウグイスがウグイスらしくない感じですよね。透明すぎるからかな。まあ、生き物らしく、ちょっと黒い、あ、黒い点もちょっと入れますか。ちょっと鳥に近づいてきたかなっていう感じですね。まあ、こんなところかな。まあ、これを次のサムネイルにしますか。うん。ただいまですね、次回の、配信のサムネをちょっと作ってみて。さあちょっと音楽を変えましょうか。ちょっと広告入ります。はい、皆さんどうも。今日のライブ配信、来ていただきましてありがとうございました。今日はですね、初音ミクを聞こうということで、一応ですね、おぉ。音でっか。一応まあこんな感じでですね、一応書きましてですね、まああとは文字を入れるっていうところまでを、まあこの段階までこりつけて、もう作業を終わりとしました。で、そこからですね、ちょっと一枚まあ背景だったりとか、まあそういうのを書いてみようということでね、ちょっとやっておりまして。まあとりあえずちょっと明日何もやることがない。じゃあ、いかんですから。まあ、とりあえず明日ですね。まあ、あとは文字と日付、8月31日とだけ入れて、まあ、完成という形でね。まあ、今回の
今回というかね、まあの今週の、まあライブ配信はまあ終わりということで、ね、ちょっとやっていこうかなっていう感じで。まあ明日はフリートークということでね、ちょっとやっていこうかなと思っております。今日はね、私は尊敬してる、配信者さんでね、ヤクモさんという方がいらっしゃるんですけど、そのヤクモさんの同じバンドで、花ちゃんという方がね、いろいろとね、コメントをしてくださって、すごく嬉しかったですね。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、まあ、明日もね、なんか、ライブをしていくことができたらいいな、というふうに思っております。まあ、でも、考えてみたら、本当に久々の金曜日のライブでしたね。どれぐらい金曜日にライブやってないんだろうって思うと、先週やってないですよね。で、先週、盆休みですよね。で、その前もやってないですね。多分3週間ぶりぐらいに金曜日のライブをやってたんですけども。まあ、びっくりですよね。まあ、たまに金曜日にライブするときに人が来ないときあるんですけど、まあ今日、なかなかな、視聴者さんの数ですね。いつも来るメンバーは、多分今日やってると気づいてなかったのかもしれないですけどね。うん。まあそれか仕事、まあ金曜日なんでね、まあ仕事してる、まだ仕事してるとか、まあそういう方はもう、多いのかもしれないですね。うん。まあ、まあその中でもね、まあ、まあ、とりあえずもう大方、まあ、大方絵は完成したので、まあ、これでいいかなというふうに思っております。じゃあちょっとこう、ちょっと絵もしまいましょうかね。まあ一応絵、イラストの方はもう明日、ちょっとね、やっていくということでね。ちょっと iPad もしまいましょう。ちょっとだいぶ熱持ってますね。うん、ちょっと気をつけないといけない感じですね。明日のお知らせですね。明日も、イラスト配信も、まあ、仕上げ、まあ、仕上げもほぼ、もうすぐ仕上げは終わると思いますんでね。まあ、ほぼですね。なんと言いますか。まあ、雑談配信ということで、明日はしますか。トークテーマは、どうしようかな。まあ、トークテーマも、ちょっとだとちょっと考えますわ。うん。まあ、そんな感じで、そうやな、明日、実はあれなんですよ。保険会社の人がちょっと来ましてね。年に一回、生命保険の内容の確認っていうことで、まあ、そういうことをするんですけども。まあ、それが終わったら、まあ、床屋さんに行ったり、布団を干したり、ゴミ箱の掃除をしたりとか、まあいろんなことをしながら、まあ、久々の土曜日休みますよ。まあ久々の土曜日休みをちょっとね、まあ満喫していきたいなと考えております。で、まあ休みを満喫した後、また、夜の9時からは、DJ ハトレイディショー。今日のイラスト作業の続きをやっていこうと思います。で、今日描いたイラストですね、私のツイッターのアカウントにですね、8月31日にアップするという、まあそんな流れとなっておりまして。まあその辺は、まあ私のツイッターを見ていただけたら、いいのかなと。嬉しいな。まあ見ていただけたら嬉しいなと。まあそんなことを考えております。
さあ、それでは、今日はこのあたりで失礼しようかなと思いますね。まあ、この音楽を聴いたら、まあ、私もね、今日は、もう電気を消して寝ようかなと。まあ、そんな感じですね。ちなみに、今日参考に、ポーズとか、角度とか参考にさせていただいた、まあ、こういうイラストの雑誌があるんですけども、まあ、一応ね、こういった日本ではないですけども、まあ、そういったものを見ながら、ちょっとね、いろいろと書かさせていただきました。ではですね、また明日、夜9時、DJ ハトレディショー、この YouTube チャンネルでお会いしましょう。では、おやすみなさい。バイバイ。